こちらは八丈島に津波が到達した直後の午前9時過ぎに撮られた映像です。渦を巻いた波が確認できます。漁協の中なので普段はですねかなり穏やかなんですね。奥から汚れた水というか濁った水がこうぐーっと入ってきて渦を巻いているような様子を見ることができました。またこちらはその15分ほど後に島の反対側で撮られた港での映像です。波はいつもと全然違うようなうねった感じです。東海汽船によりますと津波注意報の影響で伊豆大島を発着する高速ジェット便合わせて4便が欠航しました。今後状況に応じて運航を再開するほか臨時便も運航するということです。これまでにこの地震と津波で被害は確認されていません。